ずっといますよ。ずっといますね。ずっといますよ、もうね。これ、あの、うん、普通に、うん、下がってやれば早いんですけど、僕たちあれが欲しい、これが安い、これどうしようかな、あれどうしようかな、あでもあっちもな、この時間がないと12台いけますね。12台いけます。でもさ、はい、やっぱ僕もね、いくらでも車本当に好きだからさ、そうなんですよ。これなんかなんとかな進まないんですよね。なんか、なんか分かりません、縁日だとさ、はい、いろんなとこ寄ってさ、こう参道寄って、あの感覚ですよね。そう、ここも面白いの、こっちも面白いのって言いながらさ、なんかね、はい、なんかお参りするみたいな。そう、でも使うお小遣いは決まってってるから、どうしようかな、どうしようかなって。そうなんですよね。アメフェスでね、1年をですね、1日で稼ぐ男、すごいですよ。最近ですね、うん、やっぱりみんな、あの、我々バックドラム見てくれてるんじゃないですか、うん、アメフェス、そんな儲かんですか。そんな儲かんですか。そんなに儲かるんですよ。ね、僕ね、この前もなんかアメリカから買ったじゃないですか、うんうん、アメフェスですか。もうね、この顔はね、はい、嘘の顔ですから。もういや、あれだよ、もう、はい、アメフェスの帰りの風の前だと思うね、ここをね、タコできてます。金感情で。数えすぎて。あらら、俺、かけやら、持ってけやら、風速40メートル行きますから。もう銀行のですね、それですね、お金感じしてもらってますから。もうね、大変ですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、こちらなんですよ。はい、キャメルです、ね、360、本当に小さいですね、今見ると。いやー、まあ、今の軽はね、それこそ660じゃないですか、はい、この頃はキャメルのね、360、まあ、これも360ですか。そうですよね、矢沢駅さん、ここから撮ったじゃないですか。いや、なんかキャロル乗ってたっていう説もあるし、うん、クリスマスキャロルの、うん、からキャロルって、どっちの説もあるんですよね。す、聞いてみない、こ、ね、聞いてみてください。矢沢さんに聞いてみたいですよね、これね。キャロルです。かっこいいですよね、名前がもう。名前がかっこいいから、キャロルですもん。このでもなんか、マツダのこのエンブレムのロゴもかわいいんだよね。いいね。これ、ツーサイクルですよね。ツーストですよね。これは、違いますか。違います。これちょっと、教えてください。昭和42年の。42年。はい。42年か、1967年。で、俺は高校2年生だ。僕は小学校入る前ですね。はい。初代の一応キャロル。そうですよね。で、この5ドアもあったけども、はい、2ドアなんですから、高校生で車乗れてたから。あ、そうなんですか。そうですよ、免許。あ、よかったんですか。そうです、16歳で乗れてたから。これ乗ってきてるやつもいたんですよ、学校に。学校に。そう、ヒーローですよ。そうだね、車なんかないです、高校生。はい、おい、乗せろ乗せろで、こういう車で、ね、6人ぐらい乗ってたじゃん。そう、アメリカの映画ですよ。乗せろ乗せろ、今だったら大変なことになりますよ。そうじゃないですよ。この見てください。多分ね、その頃って直線しか作る技術がないから、ね、ストレートの。でもそれが逆に新鮮ですよね。ね、かっこいいですね。この辺もなんかね、一応ね、全部こうモールメッキのモールが入って、贅沢だよ、ね。ほらモールだらけですよ、これ。ね、この辺もね、アメ車ですよ、これ本当に、うん、ね。あ、空冷のあれなんだ。ね、浮いてるんだな。浮いてますね。これいいな。マフラー後ろなんで。うわ、そうですね。マフラー、こんなことでね、4歳児のポコチみたいな感じですよ、これ、ね。マツダってさ、あれ作ってませんでした？三輪車。三輪車もあったと思うんですよね。こんなんだってさ、はい、オート三輪みたいな、ね。そうそう、オート三輪みたいなので、なんかね、バイクとの中間みたいなやつですね。そうそう、それでなんかさ、ところが築地だから。オート三輪の車でさ、なんか八百屋さんとか、八百屋さんとか、魚屋さんとかね。こういうのですよ。これね、実はパワーないです。はい、もうしょうがないですよ。それがまたね、青春で、はい、僕らこのね、新車買えないから、はい、小池ってやつが中古で買ったんですよ。はい、小池八郎。はい、ね、小池八郎。小池八郎中古で買ってて、これ乗ったんですけども、はい、これで僕ら行くんですよ。はい、山とか箱根とか軽井沢。そうすると、登りきれない。で、はい、降りろっつって。3人でこれ、ここを押して、押して登ってくるという、ね、だからすごくそういう意味で言うと最高ですね。そう、最高の青春の思い出があるんですよ。むちゃくちゃ綺麗ですよね、これ。色は塗ってますね。あ、もうそれはそうですよね、十分ですよね。前回の車検も一応、あの、マツダのディーラーで、え、これやってます。シートもなんかね、後ろにも張り替えて、張り替えてね。逆にこれがね、はい、ポップでいいで、はい、これエンジンかかりますか。エンジンも一発で。あ、じゃあちょっと行きましょう。これ今日乗って帰りますか。もらって帰りますか、これ。俺なんか乗ってるっていうか、僕なんか挟まってるみたいな感じですもんね。
メーター見てこれ。これしかないの。ガソリンメーターと水温計しかなくて、はい、これ。はい。おお、ペンプリー。軽やか。軽やか。かわいい。軽やか、力ないけど。なんか。いいな。遊園地みたいな。うわいいな。いいな。懐かしい。かわいいな。ラジオのねスイッチ入れたらね。そのままタイムスリップして昔の音楽流れてきそうな感じがしますよね。これ会社ですからね。綺麗に作ってありますよね。でもね、お仕事中入れるとスカートの中見えそうだよね。これ本当ですよね。これお相撲さん絶対乗れないよな。これかわいいな。調子いいじゃないですか。これしかないですよね。ミーターと、ワイパーと、ヒーター。これだって、ワイパーなくてもね、雨こう自分でやれますもんね、こうやってね。うわ、いいな。あわいい。すげえな。3台目ぐらいの車としては最高だな。まあこれね、1台目、2台目ってちょっとね、あれかもしれない。置いときたいですよね。置いときたい。もうそれこそなんかさ、ガラスがあって、うん、こっち側でね、ガレージでなんか夫婦でさ、昔のこと思い出しながら車を見てるといいよね。でっかいアメ車とかじゃなくて、これはこのいい感じがありますね、やっぱね、日本の。当時はだからこれとスバルと、その2台、この2台、でこの2台がしかなかったんですよ。軽自動車みたいなのは。そこに実は、はい、ホンダの N が出てきたの。あ、N6 が。N360。そう。オールキャップだってさ、よくあった。全部オリジナルですね。それ良かったね。もちろんね、タイヤも外で止めるよね。厚立てさ、整備できるんだね。綺麗にしてありますよ、でもね。え、これはバッテリーとかはこっちにあって、エンジンも後ろで、ガソリンタンと、まあ2人乗りだからね。まあ要するにそうですね、ツーシーターみたいなもんですよね。そうそう、まあ、昔はこれでもみんな家族4人でさ、4人で、ね、乗ってましたけどね。その後にやっぱカローラとかいうのが出てきて、そうですね、510もそうですよね。そうそう、ブルーバードか、ブルーバードね。はい、ありがとうございました。後ろのエンジンも一応見させていただきますか、ね。はい、こういうエンブレードのロゴが、どのぐらい出るんだ、スピード70キロメートルかな。綺麗にしたんだ。どういうことこれ。やってあるんだ。むちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ちゃんとやってあるんだ全部。まあ、ちゃんと一回レストアしてあるってことだよね全部ね。すごい綺麗じゃない。これ物いいわ。でまたこれいいじゃないですか、こうね、当時のこのバイアスタイヤのこれだけはオリジナルですよね。うん、これって12インチです。10インチか。10インチだ。ピザですよ、ピザ。本当だよね。今も20インチって言ってる時代だよね。ありがとうございました。さあ、じゃあこれですよ。お値段もこれついてるんですか。横断。これも横断です。横断。まあこれでもあれだよね。今日もずっと入れてね。はい。まあ僕もこうやって帽子かぶっちゃってるんですよ。はい、そうですよね。そうは言ってもね。うん、でもね、ちゃんとしたメーカーじゃないですか。そうです。ちゃんと。これまあでも多分パチモンだと思うんですけどね。はい、多分パチモンなんですか。パチモンですね。あ、そうですか。はい、さあ、そうキャルのね、さキャル760いくらでしょうか。1週間限定で、はい、本体180万円。お、運ばい安いんですよ、これはね。いや、まあ、売りたくない。ああ、なるほど。そうですね。はい、毎回言ってるやつですよね。なんで売ってくれるの。基本ちょっとやっぱ何でも好きだよね。みんなそうね。何でも好き。大変です。まあでもね、いい車やっぱりね、仕入れしてますね。いや、本当に偉いと思うよ。いい意味での統一感がないところ。僕らも何でも好きですから。そうそうそう。車全般に好きですからね。こだわりはあるんだけども、狭いこだわりじゃないですね。そうなんですよね。楽しいとかさ、これいいんじゃないかっていうさ。そうなんですよ。感、動物的感が、車感がありますよね。いくらだっけ、100? 180。1週間で160万。180。ちょっと今騙されるからって180ってことで、皆さんよろしくお願いします。ペリー伊藤のお笑いバックドロップ、登録お願いします。よろしく。